テレビドラママッシュに登場するレーダーオライリー5丁。ジープ帽をかぶっている。ジープ帽とは野球帽に似た形状の日さしがあるニット帽である。原型はアメリカ陸軍が M1941 ウールニット帽との正式名称で支給していたものであり、かつてはウール製が主だったが、現在はアクリル製が多い。スケートボーダーの間ではしばしばスカルキャップとも呼ばれるほか、 アメリカのテレビドラママッシュの登場人物のレーダーオライリー5長が着用していたことからレーダーギャップとも呼ばれる。第二次世界大戦中の1942年2月、アメリカ陸軍は、いわゆるジープ帽を初めて支給した。ジープ帽はヘルメットの下に被ることを想定した略棒であり、クッション及び防寒棒としての機能も兼ねていた。オリジナルのジープ棒は頭頂部に 人手型と呼ばれる6本のステッチが施されていた。折り返しの部分は、ひさしの上部中央から広がる形状をしており、防寒のために、側面の折り返しを下ろして、耳を覆うこともできた。サイズは小、中、大、特大の4種のみで、いずれも、オリーブドラブ色で染められたウールで編まれていた。アメリカのシットコムテレビドラマ、OK 捕虜収容所の登場人物金黒群装や、 テレビドラママッシュの登場人物レーダー、オライリー・ゴーチョウはこのオリジナルのジープ帽を着用していた。映画第17捕虜収容者でもジープ帽をかぶった米軍人が登場する。もともとはヘルメットの下に被ることが想定されていたが、次第に軽量で被りやすいことから通常の略棒としても広く用いられるようになった。ジープ帽は歌詞カンペが入隊時に受領する。 被覆意識の一部であったが、この帽子を非常にラしない、兵隊らしくないなどと感じて嫌っている将校は少なくなかった。そして最終的には新式の A 無線機。ジープ帽はアメリカ陸軍によって調達されていたが、何度かデザインに変更が加えられている。例えば折り返しをより深く、また緩くすることで下ろした時に耳の下まで追えるようにされ、当初6本だった。 頭頂部のステッチは4本に減らされた。さらに折り返しは、ひさし、部分も含めて、完全に全体を囲む形となり、素材更新で伸縮性が向上したために4種の、サイズ区分も廃止されフリーサイズの帽子として、支給されることになった。より暗いオリーブドラブ色、ネイビーブルー、黒など、様々な色のジープ帽も作られるようになった。現在、この種の帽子は、キャプチャー。 ニットウォッチ RN-93084 という名称で調達されている。ジープボーのデザインはラッパーやスケートボーダーなどを中心に一般のファッションにも取り入れられており、ナイキなどのスポーツ用品業者でもジープボーを製造している。これらはおおむね環球品に習ったデザインを取り入れているが、一方で材質はウールよりも安価なアクリルが使用されることが多く、 色も多様で、刺繍や、ワッペンなどのワンポイントが加えられていることも多い。ありがとうございます。